市役所情報スタジアム。この番組は会津若松市からのお知らせです。会津若松市のあらゆる情報を市民の皆様にお届けしてまいります。市役所放送スタッフが毎回ゲストをお迎えし、生活に必要な情報をタイムリーにお伝えします。皆さんこんにちは。8月11日月曜日、市役所情報スタジアムの時間です。お相手は堀井弥生です。本日の放送スタッフは観光課の渡辺蓮さんです。渡辺さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速本日のテーマとゲストの方のご紹介をお願いいたします。はい、今日は福島デスティネーションキャンペーンを盛り上げようというテーマで、会津若松市地域活性化アドバイザー、会津藩お笑い奉行こと吉本興業竹中勲さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。竹中さんよろしくお願いします。はい、こんにちは。暑いな。暑いですね。会津も暑い、でもたまに帰りますが、はい、大阪も京都も暑いですよ。あ、盆地だから似たような気候ですよね。はい、はい、竹中奉行は会津若松市に引っ越して1ヶ月経ったんですけども、はい、もう慣れましたか？もうめちゃめちゃ慣れましたね。慣れました。もう 2,30 年住んでる感じですよ。はい、おそんなに晩になったら人歩いてへんしね。そうですね、それにも慣れました。人の依頼にも慣れましたね。はい、うん、でもええ街ですよ。空も綺麗やし、空気もええし、はい、人もええし、そうです、ね、大好き。ありがとうございます。はい、はい、ところでさ、僕らこうやって番組ご一緒させてもらってるんですけどね、はい、コンビ名考えてきた？はい、コンビ名、うん、こういうの考えるの苦手なんですけど、うん、私なりにちょっと考えてきました。いいねいいね、楽しみ。はい、夏なので、お、花火。花火、はい、パッと押さえてすぐ散る。ああちょ、僕らのことをまだ散る方向まで行ってない。あれあれ、夏なのでこう花を開かせるということで。あ、そっちやった。お笑いの花を開かせようという。お笑いの花も開かずに散ったんかもたのにまだ散るまではいかない。そうそうそう、段階 でとりあえず花火もたけちゃんれんちゃんということで行っておきましょうか。夏の間はしばらくはね、はい、分かりました。季節ごとに、はいはい、コンビ名を変えていくという感じでいいですね。季節が変わっていく、出世魚みたいなもんやな。そうですね、いいですね、まあ、変えていこうかと思います。はい、はい、で時間がなくなってしまうので、う、はい、そろそろ本題に入りましょう。いよ、はい、来年4月開催される福島ディスティネーションキャンペーンでは、日本一のおもてなしでお客様をお迎えするために奉行流のおもてなしのスキルをどんどん身につけていきたいなと思っているんですけれども、はい、今月のおもてなしのツボの方よろしくお願いいたしま す, です、ね、やっぱり夏といえば、もう僕も大阪はそうなんですけど、カーチョンで踊る盆踊 り, 盆踊り、でもこっちもほぼで盆踊り案内が、ね、貼ってあるんで気になってるんですけども、はい、大阪はもうとりあえずダンシングオールナイトですからね。盆踊りも朝まで踊るもんなんですけどね。朝まで踊る、こっちがいかがですか？こっちの方はですね、昔は朝まで踊っていたみたいなんですけども、ああ今は朝までは踊ってるところにいるで、ね、でもこっちが前津万代さん の,、ね、その大会があったり、はい、全国大会とかいろいろ看板を見るんで、みんなこう、はい、のど自慢とか歌達者の人がたくさんいるんで、はい、あれをまあ聞きに行くのもそうなんですけども、ね、観光客に来た人、観光来た人も、ね、はい、一緒に踊るのはどうかなと思ったんですよ。ああ、もう見ている方もこう、そう巻き込んで教えてくれるでしょ。そうですね、そんな難しなさそうですやん。大体、はい、こう一緒に一周回っていただければ。鑑賞取りはちょっと早いから、はい、慣れへんかもしれんけども、うん、まあ、会津磐梯山からみんな覚えたらいいんで、旅行の人もぜひともなんか浴衣にね着替えて、そうです、ね、浴衣貸してくれるとかあるかな、はい、貸してくれるとこ探せばある、探せよね、はい、だから浴衣に着替えて、はい、観光の人もまあ聞くだけじゃなくて踊りに参加するっていうのが、そうです、ね、今年の夏すごい思い出になっていいんじゃないかと思いますよ、はい、もうみんな巻き込んで、そう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 、大阪のもみんなすぐ教えてくれますよ。あ、そうなんですか。うん、大阪はね、右回りと左回り両方あるんですけど、こっちがどうなんですか？こっち基本左回りで、左回り、時計の反対回り、反時計回りで進んでいくということです。ああ、心臓が左側にあるからね。そうです、ね、中学校の時のトラックリレーは陸上と左側に回ったもんね。あ、それと一緒や。大阪人は心臓右にあるから反対回ったもんね。でもどっちも回られるということで、うん、これも同じようにね、聞くのも楽しいけども、そうですね、踊るのも楽しいんで、はい、ぜひ皆さんに大阪と同じように僕もこっち側でも楽しんでみたいと思います。はい、はい、それでは、奉行、はいよ、会津若松市内で開催される盆踊りについて紹介していきましょう。おいよ、僕もいくつか調べてきたんで、まず私の方から、はい、まずこの芦ノ牧温泉で盆踊り大会が13日から15日までありますね、はい、晩の8時から9時まで、芦ノ牧温泉郵便局の前でやるってことで、もちろん先ほどの会津磐梯山やら鑑賞踊りなんかもあるし、はい、縁日コーナーもできるんでね、ぜひともみんな来てほしいと、はい、うちは抽選券、抽選会、はい、あるだからなんか当たるらしいん で絶対行きましょう。まず足の巻きが13から15までやってます、はい、そして東山盆踊り、東山温泉の盆踊り、うん、はい、13日から16日の夜7時10分から9時15分まで、はい、東山温泉街で開催されます。
こちら毎日テーマが違っていまして、13日は福島民放社の夕べ、おかみさんと踊ろう、ね、14日は会津清酒と社交部会の夕べ、15日は福島民友新聞社と東山芸妓の夕べ、いい、ね、そして16日が会津若松市民大熊町民盆踊りとなっております。いいね。16日なんですけども、会津磐梯山踊りと大熊町の相馬盆歌のコラボレーションが行われる。それもちょっと聞いていきたいですね。そうですね。僕はこんなん踊るの下手くそだけど、はい、聞くのが好きなんでね。そうですね。違う地域のものを、おかみさんもちょっと気になるし、お酒も気になるし芸妓さんも気になるし、はい、相馬盆歌も気になるという、もう4日間気になりまして、東山温泉ちょっと引きつけましたね。ぜひ。あとは今度は15日なんですけどね、はい、今度はこちらの方で第5回市民会津磐梯山盆踊り大会がありまして、はい、こちらの方は会津磐梯山盆踊り保存会の方の主催で、県立博物館正面前広場であります、はい、晩の7時から8時半ですね。ここみんな知ってますよね。そうですね、もちろん、はい、ね、バスの停留所もあるんでですよね、はい、ここはもう例のごとし先祖の霊を賑やかにね、はい、こう供養するという、そういう盆踊りの原点に立った、うん、そういう盆踊りって聞いてますんで、ここもちょっと聞きに行きたいなと思ってます。はい、はい、で17日には駅前盆踊りが会津若松駅前タクシープールで開催されます。はい、昼間は駅前ヘイちゃん市も開催され、民謡や子供カラオケなどのステージショー、また会津の極上グルメが楽しめるということで、うん、そして夜はいよいよ駅前盆踊り、はい、会津磐梯山踊りや鑑賞踊りで盛り上がります。はい、でまた踊りに参加された方を対象に内輪抽選会が行われるということで、ららら、今週今紹介したように4つも、ね、4つありましたけど、ね、僕の盆踊り開催されるんですけども、ね、これやっぱレンちゃんもちろんどこか踊るんでしょ。この夏はどこで踊るの？観光家として毎年あの東山温泉の盆踊りに、さっきの13日からやったっけ。そうです、ね、13日から16日、ね、その中で出るの、はい、うん、仮装して出ているみたいなんですよ。みたいなんです、一言みたいなんあんたそこの人やがな。ちょっと、うん、ひょっとして今年から出ちゃいます？その輪の中に入りたいなと思って。どんな格好するの？仮装って書いてあんねんか。女装をしているということで。女装？女装ってどんな格好するの？セーラー服ですとか。セーラー服。チャイナドレス。チャイナドレス。そしてメイド服。メイド服。まあどれかに着替えて参加したいな。自分で選べんの？自分で選べると思います。何するの？ほとんど教えてよ。僕はセーラー服。やっちゃいますか。やっちゃいますか。でじゃあ僕はじゃあ写真撮りに行ってそれを勝手にあげちゃいましょうかね。ぜひ皆さん奉行も参加していただきたいと思うんですけども、やったらちょっとチャイナドレスかなと思って、ね、聞きながら、はい、いやいやいや僕はしませんよ怒られますよ。まあでもそんなんでね、楽しくやるこの夏の盆踊り、いくつもいろんなところあるんでね、はい、で人皆さんも聞きに、そして踊りに、はい、で観光客の方もお声掛けして、そんななんか盆踊りになると絶対楽しいと思うん で、はい、そうですね、今年はね、はい、皆さん本当に応援しましょうよね、盆踊りを、はい、皆さん楽しんでいきたいなと、ですよね、思います、はいはい。それでは今日の内容の問い合わせをお願いします。はい、福島デストネーションキャンペーンに関するお問い合わせは会津若松市観光課、電話番号は 0242-391251 0242-391251 です。会津若松市のホームページでも紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。はい、いいですよね。でももう夏なこんだけ暑なってきてるし、セミもやかましいんでね、もうこれは思いっきり、ね、あとはもう盆踊りして汗かいて、はい、ビールですね、僕の中では終わった後にのんびりビール飲む、ね、はい、またちゃんと洗濯して乾かさんと次の日の盆踊り間に合わへんからさ間に合わないですね、うん、はい、また洗濯して乾かして、でまた次の日に準備してということで、もう毎日ビール飲みっぱなし、飲みっぱなしや踊りっぱなしを飲んでください僕の場合は僕はまあ聞きっぱなしになりますけどもね、いやもう、まあ、そういう意味で盆踊りを、ね、はい、楽しむっていうのが今週 のご案内やったんで、はい、で人も踊り下手とかそんな言わんとね、そうですね、自らも踊りいろんな人を誘い込んで、はい、そんななんか盆踊りを楽しんでもらえるといいなと思ってます。そうです、皆さんで盛り上がっていけたらいいね、大阪も来てや、はい、みんなで川内温度踊りに夜通し踊ってみたいですね、朝も踊ってやぜひともお願いします、はい、ありがとうございます。まだまだもねお話聞きたいんですけど、ごめんなさいいいですか、私入って、はい、はい、明日のテーマ渡辺さんお願いいたします。はい、明日8月12日火曜日の放送は重機カードの夜間交付申請を開始しますというテーマで、市民課の伊藤さんをゲストにお迎えする予定です。はい、本日の市役所情報スタジアムは福島デストネーションキャンペーンを盛り上げようにつきまして、会津藩お笑い奉行の竹中さんに楽しいお話を伺いました。はい、制作スタッフは渡辺蓮さん、観光課の渡辺さんでした。はい、お二方ありがとうございました。ありがとうございました。